新潟では何年？2年。じゃあそこも2年やって、うん、その後はどんな形で進路が進んでいくか。その後は自分の中でなんかこうすごく若かったから嫌気をさしてて、うん、もうサッカー辞める宣言をしてしまって、うん、その後群馬に行って元日本代表の方の下でサッカースクールの立ち上げ運営を手伝わせてもらったって 1年半か。あ、うん、5年経ったんでまだでも23ぐらい、3、うん、若いですよね、うん、23歳で、うん、もう引退っていう形で、そこからじゃあ今のサッカーチームを作って、うん、今のチョカーレ、チョカーレね、チョカーレフットボールクラブのサッカースクールを9月に立ち上げた。とかチョカーレもう20年以上じゃないですか。今年でちょうど20年。すごいね、うん、いろいろね大変なこともあったと思うんですけど20年って、うん、企業でね会社やっても20年ってすごいね。いや、素晴らしいと思います。敷田さんがジョッカーレフットボールクラブを経営しながら、夢先生はいつからやっていくんですか？夢先生は今年16年目なので30歳ですね。あ、じゃあね、1年目からもう最初から関わっていて、あ、もう基本的には立ち上げたちょっと後から携わらせてもらってるかな。もうずっと夢先生ってどんな活動をしてるかっていうのを教えてもらってもいいですか？基本的に全国の対象は小学校5年生と中学校2年生を対象にして夢のお話をして、まあ言ったら自分が夢に向かった時に挫折をしてどうやって這い上がったか、どんな人がいたかとか、どんな言葉をかけてもらったかとか、どういうふうに挫折を乗り越えて夢を叶えたかっていう、基本的には自治体さんと契約をして日本全国、上は北海道、下は今は鹿児島まで全国の子どもたちに夢を与える。私も各講演の中で夢の話、何を皆さんやりたいかっていうのを毎回聞いてる中で、自分もプロサッカー選手になりたかった人だったんですけど、大人になるとやっぱり夢とかってなかなかない方の方が多くて、対象が小学校5年生とか中2なのって何か理由はあるんですか？まず小学校の5年生対象っていうのは、一つは1年生、2年生、3年生、4年生だとなかなかやっぱりこっちが伝えようとしていることが伝わらない、うんうんうん、6年生だと伝わるんだけども、逆にお手紙の交換をするのね、小学生と、はいはいはい、でそれが卒業してしまうと中学校受験だったりとか他の中学校行ってクラスがバラバラになってしまうから、うん、5年生がちょうどいいの、時期的に。なるほど、うん、そういった理解もあるし、さらにその夢シートっていうシートのやり取りも小学校にいる間にできちゃうから一番いいかなっていうのが検証されてやったっていうところで、はい、中2のところは基本的にはこれから受験に向かうとか、うん、中3になるとやっぱり受験勉強で難しいから、うんうん、なかなかそういった時間を取ってもらえず、だったら中2がいいんじゃないっていうことで、これから受験だったりいろんな自分の目標、夢が広がっていく時だし、逆にやっていて思うことは小学校の時持った夢が少し消えかかるのかなって中学生は、うんうんうん、そこに対してどういうエッセンスを僕らが入れていけるかっていうところ。なるほど。大人はやらないんですか？大人はでもスポンサーさんの授業もあったりするので、スポンサーの新人研修とかでよくやって、うん、俺はあまりまだ行ったことないけど、うん、他の夢先生が必ず毎年新人研修でそういった話をやってる。なるほど、うん、夢で16年目という形でいろんな方とね一緒にコラボして、うん、サッカーだけじゃないじゃないですか。スポーツ選手以外っています？アナウンサーだったり、劇団四季の方だったり、はい、MC だったり、うん、今で言ったらサッカーの J リーグのスタジアム DJ だったりとか、うん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 、お笑い芸人もやってますね、うん、なるほど。芸人の方も呼ばれてないですね。呼ばれてないですね。呼ばれてないですね。交互期待ですよ、これ。それは置いといて、まあでも本当に私が所属していた鎌川青年会議所という形で10年前ぐらいですかね、うん、自分が院長という形でねイベント企画した時に敷田さん来てもらって夢の話をさせてもらって、で多くのね鎌川のお子さんもね参加していただいたり、すごいいい授業だったんですね。なので、まあ、これからね受けるお子さんとかは本当に楽しみにしていただければなと思います。で今は夢先生とはまた一つね変わって市船のね、うん、コーチも今何年目ですか？1回離れた時期があったけど合計でいくと今年で15年目。いや、ここも長いですね。長い。我々からすると敷田さん監督やってほしいってね思うけど、まあいろいろね、うん、教職の部分とかあったりとかってあるんですけど、今そのやってて楽しいこととか大変なところとかどうですかね、実際先輩としてね、うん、昔からそうだけども、一応なサッカー部のその伝統、森っていうところを監督が今
4人目になって、うん、そこの伝統っていうところは本当に変わらず、選手たちの一つの目標の日本一っていうところと、一人でも多くプロサッカー選手になりたいっていう志がある中でやってるのに非常にやりやすい、うん、あのいいですね、うん、みんながこうあっちこっちを向いてるんじゃなくて、みんなが昔みたいに本当に一つの方向を向いて目標に向かって頑張ってるっていうところがあって、指導してる方としてはすごくやりやすい。あ、いいですね、うん、当時の龍造さんとか優勝して、うん、ぜひね優勝してほしいし、あの強い高校がね千葉も増えましたからね、うんうん、でも一応やっぱりね常に優勝争いはしてるから、やっぱさすがだなと思いますし、ちょっと自分全くね協力できてないですけど、できることがあれば頑張っていきたいとは思います。お願いします。じゃあここで最後、今後の式田さんのやりたいことってちょっと聞いてもいいですか、ね、一律の名橋高校で言ったら当選日本一、うん、選手たちが一番望んでるその選手権で日本一っていうところがまず一つのところと、うん、あとはもう一つ夢戦のところで言ったら、夢戦とヨカレットボールクラブっていうところは20年16年やり続けてる中で、続けることの大切さっていうことが自分の中では一日一日本当に自分が楽しく一生懸命生きていって同じことをやり続けられるかどうかかなっていう、日本サッカー協会背負ってたり自分のクラブ背負ってたりするので、自分の日々の生き方だったりとか日々の成長に関わってくるところだから、まあもう大きな夢というよりかはとにかく一日一日をこのクラブだったり目線っていうものを続けていくっていうところが自分の中での今の大きな夢かなっていう、あとはまあカッコつけてるかもしれないけど、一人でも多くの子供たちに夢を持ってやっていきたいなっていうところ。式田さん、実践されてるんですけど、このね一つのことを長く続ける、うん、式田さんのお子さんが今大活躍してるじゃないですか。いやいや、3人お子さんいて、いちくん、にこちゃん、さんごちゃん、うん、気になってる方多いと思うので、今いちくんが高校2年生の高校2年生で、ね、ジェフのユースでユースで頑張ってます。もうあのね身長が大きいんだよね。サッカー選手ってまあそんなでもないけど、ね、うんうん、今で、まあ、パパよりは大きい、ね、まあ俺よりかはもう10センチ、180センチ近く、まあ170、いやすごく78ぐらいかな、ちょっと期待してます。怪我がちょっと、まあ怪我ちょっと長引いて、もう元気にやってるので、うんうん、これからも本人次第で。そしてニコちゃんがクラブ選手権優勝、決勝点を取ってね、決勝点取ってね、足が速いんでしょ。足がめちゃくちゃ速いだけだけ、うん、うまくはない。え、でも足が速いってすごい重要じゃないですか、女子の中ではね、まあ、そういった特化してるものがあるからちょっとくらい目立ってるのかなっていう感じで、あんな18でまだ中学3年生ですよね、中3、うん、だからこっから伸びしろ、高校とかってどこ、高校は一応同じクラブの、うん、ああまあそうですよね、だから、うん、上がる感じで、でも本人の目標はやっぱなでしこですよね、まあ、今のところは、うん、あの全面的にバックアップしてると思いますが本当に式田さんのお子さんがね J リーグ行くのを皆さん楽しみにしてると思うので、皆さん期待しててください。